強くならなきゃ。行こう。そこ、そこ、そこ、おしまい。そこ。強くならなきゃ。行こう。ちょっと遅くなっちゃったな。大丈夫ですか？もう逃がさねえからな、このクソバルーブが。なんだてめえ、そいつの仲間か。違う、初対面です。じゃあなんでかばう。お、女の子だから。ああ何言ってんだクソガキ。やめなさい。
街中で剣を交えるとは穏やかではありませんね。ああ、口出しすんじゃねえ。とっとと失せろ、カノ。吠えるな。手荒なことはしたくありません。私はいつもやりすぎてしまう。くっ、くっ、ありがとうございます。助かりました、リュウさん。いえ、差し出がましい真似を。あ、そうだ、あの子は。あれ、いない？怖くて逃げちゃったのかな。あなたが怪我をしたらシルが悲しみます。気をつけてください。はい。では私はこれで。本当にありがとうございました。神様、じゃあ行ってきますね。行ってらっしゃい。サポーターか。お兄さん、お兄さん、白い髪のお兄さん。はじめまして、お兄さん。突然ですが、サポーターを探していませんか？あれ、君は確か…混乱してるんですか？でも今の状況は簡単ですよ。冒険者さんのおこぼれに預かりたい貧乏なサポーターが自分を売り込みに来ているんです。そうじゃなくて、君、昨日のパルームの女の子だよね。パルーム？リリは獣人、シアンススロープなんですが。本当だ、パルームじゃない。ごめん、つい人違いだったみたい。それでリリルカさんはどうして僕に声を？はい、見たところお一人のようでしたし、冒険者さん自らバックパックを装備していらっしゃったので、おそらくは。それでお兄さん、どうですか？サポーターはいりませんか？それが、できるなら欲しいかなとちょうど思ってたところで。本当ですか？なら、リリを連れて行ってくれませんか、お兄さん。リリは貧乏で、手持ちのお金も心もとなくて。それに、男性の方にリリの大切なものをあんなにされてしまうなんて。責任を取ってもらわないといけませんね。わかりました。それじゃあひとまず今日一日サポーターをお願いします。Thank you.
強くならなきゃ。行こう。訓練の成果出せるの？そこ！神様のために頑張ろう。うん、ベル君、君はなんていい子なんだ。守ってあげるよ。仕掛ける。もう一度待って。合図さんの戦い方しっかり見ておこう。ちょっと待ってね。私もベルの戦い。ここから消え失せな。当然ね。私ですか。もっと強くならなきゃ。行こう。勝ったね。